撮ってます。はーい、今日はなんとこちら、じゃん、ご飯バーガー。イエーイ。今日の5時から17時から発売になったので、早速本日買ってきました。ということで、マックからご飯が出るのは初めてらしい。そうなんだ。らしいので楽しみ、楽しみだね。どれが一番楽しみ？あ、待って、選手を説明します。まずこちら、照り焼きです。と、じゃん、ベーコンレタスバーガーのご飯バーガー。と、最後こちら、チキンフィレオのご飯バーガー。ということで、一番楽しみなのはこれ、照り焼きね。超美味しそうじゃない？なんか高さが全然違うね。え、本当だ。一番これが厚みあるね。ね。じゃあ、食べていい？それでは皆さんご一緒にいただきます。照り焼きマックバーガー。はい。すごい、焼きおにぎりみたいだね。本当だ。ソースがすごいね。このお肉ってこんな楕円形だったの？本当だ。はい、次、ベーコンレタスバーガー。めっちゃ綺麗。おお、チーズがいい感じに溶けてる。おいしそう。はい、次、チキンフィレオ。これはボリューミーだね。本当だ、いい感じ。絶対これ。はー、食べよう。食べよう。一番気になってる照り焼きから。はい、いただきまーす。うわー。あ、ね、マックのさ、これもらった時に思ったんだけど、重かった、いつものさ、パンより。ガブ、うわ、想像通りのめっちゃ美味しい。お肉がすごいね、本当に超美味しい。なんかお肉の味がめっちゃジューシーにダイレクトに感じる感じ。美味しいね。美味しい、超美味しい。あ、照り焼きだ。え、ご飯美味しいね。ご飯さ、結構粒しっかりしてる感じがする。もちっとしてる。めっちゃ崩れやすいかも。あ、みんなはちゃんと袋で食べてね。ソースたっぷりだからね、崩れやすいのかも。照り焼きのさ、ソースがめちゃめちゃ甘いからさ、それとこのマヨネーズ、で、本当はそういうことしちゃいけない丼みたいな感じじゃない？プーちゃんの耳がちょこっとだけ映る。ほら見て。みなさん、紹介します。プーちゃんです。見てみな。かわいい。かわいい。はい、次はこちら、じゃん、チキンフィレオの、すごいね、これが一番厚みがあるかも。すごいね。あご。超おいしい。あれだ、エビフィレオのこのソースが同じやつ。あ、こっち見えてるから。これもおいしい。なんかちょっとエビフィレオ食べてるのかなって思いきや、中がチキンでしたって感じ。でもこれの方がしっかりしてる。なんか崩れにくい。本当だね。何？言った通り、エビフィレオかなって思う。でしょ？なんか食感もこの衣を含めてサクってするから、一回エビフィレオ食べてるのかなって感じがするんだけど、中がちゃんとチキンだよね。美味しいね。これ美味しい。照り焼きのソースが結構いっぱいベトってついてるから結構崩れやすいんだけど、これはあんまり崩れにくいかもしれない。そうね。ね、って言いながらちょっと崩れてるけど。ラスト。チーズめっちゃ美味しそうじゃない？とろけてる。これがベーコンレタス。ではいただきます。なんだろう、これ洋風ご飯って感じ。合うんだけど、これが一番不思議な感じ。へー。なんかこのからしマヨネーズとチーズだし、一番日本の丼物で食べれない感じのものな感じがする。あ、そうね。これが一番新しいかな、感覚的には。ごちそうさまでした。美味しかった。結構ご飯だから、その、持った時も重いなって思って
だし、うん、すごいお腹にたまるよね、うん、結構さソースも甘めだし、うん、まあベーコンレタスは結構なんか意外な丼物って感じでもあったから、うんうんうん、パンの方が正直合うかなって気もしたよね、うんうん、結果ねこのベーコンレタスに関してはベーコンレタスに限って、うんうん、じゃあ順位つけよう。3位からせーので言ってこう。私たちが選んだ3位はせーのベーコンレタスバーガーこれはやっぱり正直パンの方が私は合うと思うけど、ちょっとなんか新しいご飯との組み合わせだなって、うん、面白いなっていう感じで食べれるものであるから、うん、1回は食べてみてもいいかもしれないかなっていう感じでした、うん、じゃあどうしようかな。1位発表しようか。私たちが選んだ一番美味しかったもの、せーの、チキンフィレオ。さすが親。いやでも正直ちょっと迷った、うん、あの照り焼きも照り焼きでめちゃめちゃもう想像通りの美味しさだったの、うん、だけどチキンフィレオは、てかチキンフィレオのバーガー食べたことあったっけな。このソースだっけ、そもそも、うん、違った気がするの私は。本当に多分 1,2 回しか食べたことがないけど、エビフィレオのそのソースと一緒だったなっては思ったことはなかった気がした。まあちょっと分かる方コメントくださいあのエビフィレオすごい好きなのね私が。でだからこれを食べた瞬間はもう本当エビフィレオかなってちょっと思った美味しさと、うん、チキンフィレオのあのカリっていう感じの美味しさがめちゃめちゃ1位でした。はい、ということでいかがでしたでしょうか。じゃあ第2位はもう皆さん、あ、そっか言ってなかった。はい、ということで第2位は照り焼きマックバーガーのご飯バージョンでした。はーい、でも全部美味しかったね。美味しかった。ご飯は新しい、うん、だけどそうだな、まあコーラとか、うん、なんていうんだろう、コーラに合うのはご飯ではないかなって、うん今回コーラちょっと頼んじゃったからあれなんだけど、ね、うん、普通になんか黒ウーロン茶とかが飲みたくなったかな。うん、確かに、うん、っていう感じでございました。 あれだね、顎がめっちゃ疲れるよね、うん、パンよりご飯だからすごい噛むの、うん、すごい噛んだね、めっちゃ顎疲れたはい、ということでこれから食べてみたいなって思ってる皆さんの参考に少しでもなると嬉しいなと思います。ということで今日の動画終わりにしたいと思いますでは新しいマックドナルドのご飯バーガー食べてみたいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いしますはい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。